一軒家ですよね。めちゃめちゃでかい。おお、輝いてるよ。わお。でかいですね。おお。はいどうも。こちらはですね、軽井沢。実はね、昨日までエキシブのね、軽井沢を楽しんでたわけなんですけども、もうね、サムネに載ってますけども、平松さんですね。前回もね、仙石原に行って、もうあそこが本当に素敵だったなと思ったんで、違った感じかもしれませんが、絶対素敵だろうと信じて予約してみました。長野といえばね、まあお蕎麦かなということでね、お蕎麦屋さんに向かって走ってます。はい、車止めまして川上あんお蕎麦屋さん、雨の中人気なのかすごい並んでます。 2,30 分ぐらいって言われましたから、人気ランキング結構上位のところみたいなので我慢して並びたいと思います。まだ立ちで待ってますけどね。これがなんか一般的なのかな、セールがね。やっぱりじゃあね、お蕎麦来たよ。美味しそうでしょ。みんなでね、美味しい美味しいお蕎麦いただきたいと思います。いただきます。はい、いただきます。エビがやばい、エビがすごい。うまい。ガマがこんなんだからさ、やっぱお蕎麦だけじゃ物足りないですよね。頼んじゃいましたね。わらい餅と蕎麦団子で、クリームあんみつ抹茶バージョン。はい、いただきたいと思います。いきますか。あー、美しい。これは、いや、高いな。もう笑い餅見た瞬間ね、絶対頼まないといけないと思ったんですよ。おらっか。ではいただきます。そば、あれ、これデザート、料理だよね。はい、以上でした。はい、おそばいただきましたね。美味しかったですよ。エビかな、あのエビ天がやっぱうまかったですね。結構プリプリしましたよ。あとはやっぱりわらい餅ですね。ってことでね、美味しく美味しくいただきましたが、また車乗りまして向かってます。はい、到着しましたよ。ザ・平松軽井沢三岡と書いてますね。じゃあ行きますか。平松軽井沢。軽井沢にそびえる浅間山の豊かな自然に抱かれ、食と自然のマリアージュが生み出す森のグランオーベルジュ。61,066平米という広大な敷地に全28室の本館と9棟の大型ビラが点在し、食やおもてなしでくつろぎの時間を楽しめます。ここも素敵だよね。ここもなんかめっちゃいいよね。ここでもね、チェックインしてくれてみたいですけど、ウェルカムドリンクいただくか。もういいと。カートで行くってなんかいいね。焚き火ラウンジというものがありまして、ちょっと今日雨が降っているので中止になってしまいます。なるほど。あいにくの天気でね、残念ながら体験はできなかったんですけども、焚き火ラウンジではね、ホットワインや特製スープ、焼きマシュマロなどが楽しめるそうです。行きたかったですね。一番奥のこちらの1102というお部屋ですね。はい。はい、お部屋の前にやってまいりましたよ。今回お部屋って言ってもさ、見て、もう一軒家ですよね。めちゃめちゃでかい。今回もね、最上級のお部屋予約してみましたので、早速入ってみますか。ほんと一番端っこにありますけど、じゃあ行きましょう。あ、もうすでにいい匂い。なんか新しいのかな。めちゃめちゃいい匂いしますよ。おー、綺麗。うわー、どうしよう。まずどこから行きましょうかね。パッと目にね、なんかお庭が映っちゃってますけども、ここなんかめっちゃいい空間ですよね。このソファーもまたちょっと変わっとるなぁ。またウェルカム的なやつが置いてますよ。はい、こんな感じで置いてまーす。あ、あれまたつくんじゃないの？ピッ。あ、ついた。これ部屋温めてくれじゃん。こっち、今回もね、またたくさん置いてますけども、これが今回の一番の大ヒット商品だと思うんですよ。じゃん。じゃん。ほら、見て見て。美味しそうなお菓子、チョコレートもあるよ。麦チョコだっけ。今回の軽井沢は三代田っていうエリアなんですかね。三代田が発祥らしいです。だからね、ここにあるということですが、そしてこっちがベッドルームとシャワールームがあるんですけども、ここはどうもサブみたいですね。こっち行きましょう。あ、そうそう。で、今回はじゃーん、冷蔵庫こんなにドリンク入ってます。これは全部フリーということでね、お部屋代に含まれているという表現をされました、ね、じゃあこっち行きますか。ベッドルーム、こっちがメインですかね。ちょっとこっちの方が広い感じがしますもんね。ちなみにこちらはクローゼットということでね、荷物が入るように
さあ、いよいよですよ。行きますか。メインのお風呂場は、おぉ来た来た、輝いてるよ。めっちゃ素敵。平松ってお部屋真ん中にドーンとあるイメージがありますけど、ここはちゃんと角にありますね。ちゃんと温泉ですよ。大塩温泉って書いてあるね。で、以上と言いたいんですけども、さっき目の前にありましたよね。こちらに。おぉ、めっちゃいいじゃん、ここも。素敵。7月ではあるんですけどね。涼しくて。これなんかでかいよね。よいしょ。という感じです。一応ちょっと探検しましょうかね。ちょっと移動します。テラスビラスイート。100平米を超える広さに、テラスと半露天風呂を完備するビラスイート。森の中に佇む静かな空間で、別荘に滞在するようなプライベート感を味わえたり、料理のサービスなど、ビラ限定の特別なサービスを体験できます。はい、今ね、ちょっと別の部屋を撮ってたんで、それをちょっと見に来ました。お部屋がね、こんな感じで、非常にコンパクトにまとまってて素晴らしいですね。同じくベッドとね、ソファーと、お外にもお庭があってということで。で、何よりもさ、やっぱりいいなと思うのは、これ。あれ見てあれ。じゃーん、すごーい。温泉がちゃんとここもついてる。すごいよね。お庭もあってね。これで6、7万ぐらいで泊まれるらしいから。一応コスパ最強じゃないですか。ついでに、こちらのお部屋のレポートでした。5階ちょっと行ってみようかな。レストランって書いてるんですけどね。なんかドリンク飲めるようなこと言ってたんですよね。あ、こんな感じだ。おぉ。好きな場所。めっちゃ素敵じゃないですか。わぁ、すごいな。眺めがいいね。じゃあ入れていただいたんでいただきますか。ルイボスミート。あ、ちゃんと言うな。いただきます。あ、でも美味しい。ミントです。ミントですね。景色を楽しみながら、ラウンジでティーを楽しませていただいてます。探検も終わりまして、お部屋に戻ってまいりましたけど、こちらに置いてある美味しそうなやつをね、いただこうかなと思っております。ついでにね、キイチゴとラフランス。これが冷蔵庫に入ったので、ちなみにここにもありますよね。さっき紹介したやつ。キイチゴからいこうか。あ、ぶどうとイチゴがミックスされたような感じ。フランスはね、甘いラフランス。はい、じゃあこちらですね。地元食材を使った焼き菓子をご用意しました。早速ね。カステラみたいな。もう少ししたらここでディナーなんですよね。だけど、まあ、想像通りですよね。よくある美味しいお菓子ですよ。だから、よくある美味しい麦茶です。これサッシがあって見てたんですよ。平松にですね、さっきからね、なんかあるんですよ。お部屋中にこういうものが。絵とかもそうなんですけど。一個一個紹介してるんですよ。飾ってるやつはどんなんだとかっていうのを見ると、水風を思い出しますよね。あれもなんか、お部屋にあるこういった絵とかね、様々な骨董品というか、一個一個なんか説明ありましたからね。はい、ということでいっぱいね、食べた後は、お風呂入りますか？入りまーす。はーい、入りましたよ。気持ちいい。もう最高ですよ。先ほどのキイチゴがまだ余ってますので、飲みながら、ヒノキリボン。ヒノキ製品を製造する際に出るカンナくずを利用してます。お風呂のお湯に浮かべ、可愛らしいリボンの形と、日本の伝統樹木であるヒノキの香りをお楽しみください。と書いてますので、これちょっと僕やったことないですね。溶けるのかな？そういうのじゃない。うわ！めちゃいい匂いする。木の匂いなんだけど。お！匂ってきた気がする。ほんのり香るヒノキの香り。いいねー。はい、すっかり夕方になりましたね。いよいよ小腹が空いてきました。はい。こんな感じで、先ほどのテーブルがダイニングテーブルにチェンジしましたね。前菜ですね。100種類ご用意しております。一番右から順番に、玄豚と呼ばれる、脂身に甘みのある、豚肉のバラ肉と、ブルーチーズの組み合わせの一品と、信州サーモン、そしてフランス産のキャビアのご用意ですね。真ん中のものが、ゴピアを使った茶碗蒸しのような、上に黒トリュフのソースをかけております。こちらが、キノコのホイル焼きですね。ちょうどこのホテルの裏山の浅間山で取れたものをご用意しております。最後、一番左側が、アオリイカを炙った前菜や、長野県産の血合いを丸ごとフリットにした一品ですね。いただきまーす。美味しい。そちらと合わせて、長野県産の生ハムを使ったサラダをたっぷりご用意しておりますので。美味しそう。こんなに山盛り入れたのに、まだこんだけ残ってる。すごいよね。もう、あっ、この生ハムやばい。めっちゃうまい。パンさん、あったかいですよ。これは美味しいよね。なんだ、この個体は。いか、この子はプリン。卵豆腐みたいな。でも、なんか上にかかってるの全然違う。あ、黒トリュフか。
美味しい。フランスのブルターニュから入りましたオマールブルーですね、うん、ちょっと火が入っているので赤く見えるんですが、もともとは真っ青な最高級のオマールエビを販売しております。オマールエビ来ましたよ、すごいな。こんなんだよ、一口。うん、オマールエビさん、ありがとう。ありがとうございます。もうちょっとかぼちゃのね、わーお、すげえ。かなりボリューミーなんですが、ニワトリを切るのは大変な作業になってくるんですけど、わお。ただやはり鳥は大きければ大きいほど油も少しずつ乗ってくるのと、しっとりと味が入るので、より美味しくお召し上がりいただける、はい、形にはなりますね。せっかく長野県にいらしていただいたということで、長野県産の黒山酒造さんという、ここから車で40分ぐらいなんですけど、そこの超南西と呼ばれる仕込み水ですね。水まで平松製みたいな感じでね。じゃあ、いただきますか。うわっ、ちゃんとさ、味が染み込んでます。じっくりコトコトいってる感じなんでしょうね。長野県産のいちご、紅ほっぺですね。上にはミント、メレンゲ菓子を添えて仕上げております。実はこの上に乗っているミントも、うちの温室があるのをご存知でいらっしゃいますか？ああ、ありました、温室。あれ、何ですか、あれ。あそこで、うちのシェフが6000万ぐらい投資しまして、はい、ハーブであったり、あとはブルーベリーの木であったり、いろんなお野菜とか育てているんですね。それでご朝食だとか、そういったタイミングでお出ししているような。ああ、ブルーベリーだけ見ました。あ、もうあの勝手に食べようかなと思って。あ、ダメだ。もともとは、あの、やはり、お客様自身に、こう、ブルーベリーだったり、あとはお野菜をこう取っていただいて、お持ち帰り、もしくは、お召し、その場でお召し上がりいただこうというような。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、パッタリでよかったか。ちょっとわかりづらいんですけど。いやいや、はい、まあ、大丈夫ですけど。いちごのタルトですよ。今、一口。ああ、お部屋食さ、1、2、4、4、5。5個だからさ、今日少ないかなと思ったけど、そんなことない。十分来てます。はい、いかがでしたか？もうこのディナーはね、説明不要ですよね。見たまんまなんですけど、ほんと美味しかったです。平松の中でも最上級じゃないかなというぐらい美味しくて、とても感動しました。はい、どうもーす。今日は朝食食べに行く予定だったんですけども、やっぱりお部屋にしました。もう全くお部屋が出てないという感じですね。こんな感じで、朝食セットですね、持ってきていただきました。おお、なんかすごそうですね。はい、バッチリね、みんなでセッティングしました。こんな感じのものが入ってましたね。早速いただきますか。これは4色ある。これは、あ、ほんとだ。これ絶対ハーブティー。じゃあいただこう。柔らかい、この肉。さあ、サンドイッチですね。はい、こんな感じ。スープめっちゃ具だくさんだよ。まだ一人1個これあった。だからパンが4つ入ってるクロワッサンみたいなやつ、僕の好きなじゃじゃーん、チョコみたいな黒いやつがありますけど、しょうがないな。うまい。はい、朝食もねバッチリいただきましてね、朝からとても最高の時間になりましたけども、ですがもうそろそろですね、帰らないといけないということで、チェックアウトの準備をしたいと思います。平松さんなんで行く前から分かってたんですけども、最高のプライドだと。お部屋にね、温泉があって、共用部はね、もう今回全然だから楽しまなかったですね。この部屋も一応30万ぐらいでするんですよ、多分。だからのんびりここで過ごしてくださいみたいな感じだと思ってるので、せっかくですからということでね、ここにずっといました。ディナーもあんな感じでね、とても美味しい感じでたくさん出してもらったわけなんですけども、こういうとこ将来ね、まあ、今もそうなんですけども、もっと時間に余裕ができたらずっとこういうとこでのんびりしたいなって毎回思わされますね。まあ、平松さんはまだ他にもたくさんあるので、再来月も一応沖縄にも行く予定なんですよ。一個ずつ確実にですね、全国目指してのんびり時間かけて一個一個行きたいなと思います。また素敵な、特にこの2ヶ月後の沖縄も含めてね、お見逃しないようにね、チャンネル登録まだの方はしていただきまして、高評価コメントなどなどもねしてもらえれば、スタッフ一同喜んで見させていただきますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。